はい、皆さんおはようございます。今日は、トヨタカローラ、パッソ1000ですね。 0.99C ですけどね。今日は、代替えということでね、今日借りましたので、試乗感想というかね乗せてみたいと思います。ねえ、コンパクトに、できてます。本当にね、この頃はみんな節約者っていうかね、本当に節約ばっかりだな、本当にな。これはどうやって開くんだ。本当どこで開けるのこれどこで開けるのこれ。あ、開いた開いた。ね、スコップもスノーヘルパーも入ってます。あ、いいねこれね。後ろから見るとね、こんな感じで、大勢いいですね。物も入るしね、後ろはいいねこれ。よいしょ。後ろ側どうでしょう。ね、ちゃんと、広くできてますね。ああ、これヘッドレスね、これがあるといいね、本当にね。結構ね、中も綺麗になってます。運転席側、ね、よいしょ。まあね、いつも言うんだけど。ちょっとね、ブレーキペダルがね、ちょっと真ん中寄りすぎるんだ。本当にもう少し左寄せてくれればいいんだよね。アクセルペダルをもう少し右に寄せてね、ブレーキペダルももうちょっと右に寄せてくれるとありがたいわな。まあだいたい装備はね、こんなもんかな。ね、ここも見やすいし、ただこれサイドこれサイドレバーなっててちょっとね、扱いづらいんだけど、まあいいかね。その分ここね、あの広く使えるからね、ここが非常に広々としてね、いいですね。物置もあるし、そっちもあるしね。ここもダッシュボード広いですね。このヘッドレスがあるおかげでね、これ取っ払うとね、あのこのルームミラーでね、非常に後ろが見やすくなるんだ。これあの何て言うんだろうね、なこのヘッドレスで作ったままこう固定になったやつはこれですね、バックミラーでね見づらいんだよね。だからこれなるべくこのヘッドレスを取り外しできるようにね、してほしいわな、これ。まあ、非常によくできててね、今走ってきたんですけど、走りもスムーズですね。ちょっと、よいしょ。中、後ろを見てみるかね。よいしょ。ドゥフ。よいしょ。これは開くかな。どうすればいい。どこだ。ここがな、わけわかんねえんだよ、これは。あれ。あ、これか。これだな。よいしょ。これで、よいしょと。ちょっとこれで立てなきゃダメだな。よし。あら、なんだこれ。よし、これどこなんだ。ここでいいのか。これじゃダメなんだ。よいしょ、ここか。よし、はまった。あ、やべやべ、これ番号見えると大変だ。よし、どこへ。
ね、これは平成21年車なんでね、平成21年12月ね、車なんですが、非常に綺麗にね、点検されてますね。非常に、よろしいかなと思いますね。はい、よしと。これは頭でちょっと待って、よいしょ。あれどこだこれ、ん、どこやんのこれ、これか、よしと、よしよし、いいですね。非常によくできてます。よいしょよいしょ、ただ、まあ、いつも言うんだけどね、このフェンダーミラーが、フェンダーミラーじゃねえや フロントが見えないのがね、これはまだ少し見える方か。それでもな、やっぱりその前が見えないとね、非常に運転しづらいんだよね。私はあの下手くそ棒ってね、つけてやってるんですけどね、非常によくできてますね。鏡もあるし鏡もあるし、こっちはどうだ、こっちも鏡あるの、両方鏡あるんだ、立派なもんだ。だいたい設備としてはまあ遜色ないですね。これはこれで、立派なもんですこれね。今日は、トヨタカローラパッソね、試乗感想を述べてみました。非常によくできてますね。ね、ドリンクホルダーもあるしね、たくさんあるし、ね、後ろも非常に綺麗になってます。なかなかいい車ですこれね。今日はこんなもんかな。またお会いしましょう。さよなら。